シャカル級駆逐艦はフランス海軍の駆逐艦の艦級。新しい大型駆逐艦の端緒として1922年度計画で6隻が建造された。先に浸水したジャグアールや先に襲撃したティーグルをネームシップとすることもある。1860年代よりフランスでは強力な武装を有する小型艦による 攻撃力を重視した青年学派と呼ばれる海軍戦略が台頭していた。これを受けて、1881年、フランス共和国議会会員は、装甲戦艦の建造を中断する代わりに70隻の水雷艇の建造予算を認可し、1886年には、さらに100隻の水雷艇と14隻の高速巡洋艦が加わった。これらの兵力整備の結果、 19世紀末には世界最大の水雷艇戦力を有するに至った。しかし一方で、これらの水雷艇に対抗するため、イギリス海軍が創出した新艦種である駆逐艦は相対的に軽視され、水雷艇から駆逐艦への移行は列国と比して遅れを取り、第一次世界大戦時に至っても、水雷戦力の整備は極めて不十分なものとなっていた。 これを補うため、対戦中には大日本帝国海軍の川形駆逐艦の同型艦を12隻発注し、アラブ級として運用せざるを得なかった。この反省から、対戦後には、水雷戦力の再構築が計画された。この計画では、従来通りに敵艦隊への水雷襲撃を任務とする艦隊水雷艇とともに、一回り大きな水雷艇駆逐艦が盛り込まれた。これは、 主体前方に進出する先見部隊や外周を固める艦隊護衛艦としての運用を想定しており、いわば軽巡洋艦の任務を肩代わりするものであった。そして1922年度計画で、この新しい艦首の初の艦級として建造をされたのが本級である。なお本級の計画にあたっては、大戦後に賠償艦としてドイツから獲得した。 アミラルセネが大きな影響を与えている。これは、ドイツ帝国海軍の新型駆逐艦 S-113 として建造されたもので、2000トン級で45口径15センチメートル砲搭載の有力な大型駆逐艦であった。フランスと地中海の派を競っていたイタリア海軍も同系艦の引き渡しを受けており、その影響を受けた大型駆逐艦が建造される。 可能性があったことから、これへの対抗も意識されていた。船形は、選手郎型で、高揚性を考慮して、還元を高く取るとともに、艦首は前方に傾斜したクリッパー型とされた。なお艦尾は、水線部に向けて傾斜した、独特の形状であった。大型の艦型で高速航行を達成するため、本級では、ジュタンプル式水管ボイラー5艦とラトーブルター入式。 ギアードタービンが搭載された。ボイラーの蒸気清浄は圧力1 8ラムフォース平方センチメートル温度摂氏215度であった。なお、フランス海軍は大出力機関の経験が乏しかったものの本級の出機の信頼性は高く34ロットでの連続航行を長時間維持できたとされる。なお機関部は監修側に 完備側に機械室をまとめている。また3本煙突型を採用しているが、1番煙突には、ボイラー1缶、2.3番煙突に、それぞれ2缶ずつの排煙を導いているため、1番煙突のみ他と比して細めである。蒸気の通り系巡洋缶の代替としても位置、付けられていたことから、本級では方向火力が重視されており、官報としては、 新開発の40合計 13.0cm 単装砲号機が搭載された。これは70.5ポンドの砲弾を2300ヤードまで投射できる有力な火砲であったが、砲尾の設計に問題があり、発射速度は毎分4から5発程度であった。監視乾板と艦備乾板にそれぞれ2機ずつを背負い式に配置し、3番煙突直後の 上部構造物上に3番砲を配した。また副次的とはいえ水雷襲撃も考慮されたことから、55立方センチメートル連装魚雷発射艦2機も搭載されている。第2次世界大戦では、ジャグアールがダンケルクの戦いで1940年5月23日魚雷艇により沈没、翌日シャカルがブーランジェ沖で爆撃により沈没した。フランス降伏後、 レオパールは自由フランス軍によって運用されたが、1943年に座礁。残る3隻は1942年11月27日にトゥーロンで自沈した。パンテールとティーグルは、不要後イタリア海軍によって FR22、FR23 として運用されたが、パンテールは、 イタリアと連合国軍の休戦に伴い1943年9月9日にラスペツヤで自陳した。ティークルは官名を元に戻して自由フランス軍によって運用され、対戦後の1954年に解体された。ありがとうございます。